はい、皆さんこんにちは、ベースボール科学メジャーのコーディネーターをしてます漆原光則って言います。このメジャーでは野球とかベースボールを学問的に捉えて考えていくっていう、そういうメジャーです。ベースボール科学メジャーの構成ですけれども、おおよそ8割ぐらいは硬式野球部員が占めています。ただ今まで野球をやったことがない学生とかですね、あるいは以前は車椅子の学生もおりまして、幅広く野球を学問として学びたいっていう学生たちがこのメジャーに来ています。ベースボール科学メジャーの基礎になっているのは四国学院大学の硬式野球部です。でこの硬式野球部は今までにリーグ優勝25回していまして、で全日本の大学野球選手権にも12回出場しています。例えばこれは前回2017年の全日本の大学野球選手権、神宮球場で行われますけれども、この時には強豪東北福祉大学に完封勝ちをしています。でこのメジャーを取っている学生の中にはですね、週刊ベースボールという雑誌がありますが、ここにドラフト候補として取り上げられた選手もいます。でこういうふうな選手も輩出している、そういったメジャーになります。まあ、一つ特徴的なのはやはりグラウンドでだけ野球を学ぶんではなくて、教室で野球を学ぶということもあるかと思っています。このベースボール科学メジャーはおそらく日本で初めて大学で学問領域として、行われているものだというふうに思っています。なのでこう幅広くですね、野球に関心のある学生に来てほしいという思いがあります。将来プロ野球の選手、あるいは社会人の野球選手、またゆくゆくはできたらメジャーリーガーの選手も出てほしいと思ってます。でその一方で野球に関わるさまざまな仕事がありますので、例えば独立リーグのスタッフであるとか、あるいは、ベースボール関係の用品メーカーっていうのもたくさんありますので、実際にそういうところに就職していっている学生たちもいます。そういう広く広く捉えて野球っていうのを学びたい、こういう人たちに来てほしいと願っています。以上でベースボール科学メジャーの説明を終わらせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひベースボール科学メジャーに来てください。一緒に野球を学びましょう。ベースボール科学メジャーで目指せるキャリアは、プロ野球選手、社会人野球選手、球団職員、野球指導者、スポーツトレーニング指導者、野球スポーツ用品製造、野球スポーツ用品販売、公務員、消防士、警察官などがあります。